接種早くね。はい、皆さんこんにちは、見てください、芦屋協定場に来ましたよ。芦屋 SG チャレンジカップ、2018初日ということで、今回やっていく企画なんですけれども、検証企画になります。展示タイム1、2を、1、2着付けで、相手は総流しですね。これやると、プラスになるんじゃないか説と最強説、今まで G1 トダプリムローズと、ナルトか、ナルト G1 のダイヤモンドカップで2回検証いたしまして、2回とも、プラスになっていると。さらにこの検証動画を出した後に結構視聴者さんからメッセージをいただいてます。コメントの方でいただいたのが、3000円が5万円になりましたと。でここに出してます。3000円が5万円で、回収率余裕の 1000% 超えなんで、これとんでもないことになってます。で Twitter の方でもいただいたのが、満州2本的中して平和島でね、これは一般戦で行ったみたいなんですけれども、満州2本的中して回収率が 400% 超えだと。で、まあ、もちろん勝つ日負ける日それはあると思うんですけれども、これだけ結果が出てるっていうことは少なからず、チャンスはある企画だと僕は思っているんで、今回も芦屋 SG で試していきたいと思います。で一応チャレンジカップ、メンズだけや、女子戦もやっぱ今日あるんで、どうするか考えたんですけれども、まあもうその日の傾向とかも、芦屋の傾向とかもあるんで、両方一緒に取ります。なんで12レース検証してどうなるかっていうのを試していきたいと思います。以上です。今ちょっと急ぎだったんで、1レースだけね、先に撮ってるんですけど、オープニングを2レースの前に回します。1レースは外れました。5、6で6号線が外れたので、とりあえず2レースから今から撮っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ2レース、これは3号艇の貝原選手が 6.71 で1位と、で2位が1号艇の木下選手なので 3-1-3-3、これはあるでしょう、まくり差し、3のまくり差し。貝原選手はちなみに動画で僕が注目選手であげた選手です。これ展示タイムトップってことはやはり足はいいとしかも貝原選手はまくり差しタイプやん。まあまあまあ、ここはかなり狙い目なんじゃないかということで、面白いと思います。はい、OK、はい、最低、いや揃った、いやこれあるんじゃない、これは。あ、逃げ伸び、早なんか伸びてねえな、まあ、差しか。6来い、6突っ込んで来い、136ならまだいい、132になったらもうガミで、ガミどう、うわーガミだこれ、2だったらガミだよ。あ、でもあるんじゃない、3が転覆してるから6がブロックすると、うわ刺された、うまい、うわ終わった、なんだよ、でも、安定の髪安定売れすぎだね、でもちょっとちょっと売れてたね、ただまあ元返しぐらいです、200円前ぐらい、まあ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 繋いだということでいいんじゃないですかね。はい、3です。ここはですね、国号艇のババヨシヤが1位で、シゲロ松井が2位なんで、またもや6556ということになりました。で、これはちょっとおもろいです。なんでかっていうと、展示でピット離れで4号艇の桐生選手が遅れたんで、松井選手が仕掛けに行ったけれども、桐生選手がもう一度4コースを前付けして取りに行ったと、取り返しに行った。で、松井選手は譲らないこともできたのに、わざと入れて5カートに引いた。これが何を意味しているか、何を意味していると思う、
直線足がいい。そう、直線足がいいからあえてキリを入れて角に引いたと。ってことはもうまくりに行く気満々でしょ。ってことは566あるよね。ということでこれはかなりおもろいんじゃないかと思ってます。はい、6号前後6前で、これちなみに個人的な僕の船券も紹介していいですか。無理です。いや、お願いします。これちょっと自信アーリーなんで。いや、僕はですね、前本選手を普通に残すと見て馬場芳也がおもろいということで16前61前さらに王者松井が異常にした時の5616と各500円5000円勝負、天地が勝つか、俺が勝つかっていう勝負になります。はい、あー、わけなりだ。わけなり3対3だ。こうなったら松井がまた、あー、もう意地でも入れない桐生。わけなり3対3だ。なんだよ、なんでそうなっちゃうの。あ、揃った。揃った。よし、よし、俺ら来た。ババ。え、これで入んないんだ。これで入んないの？厳しいね。うまい。あー、最悪。もういらんって言ってたの、僕は。うわ、いや、あるぞ、これまだ。ババ足やっぱ相当いいぞ、これ。展示の方外れてんのに、俺の船券の勝負になってます。差し返せ。あー、もうやばい。よし、うわ、うまい。どっち？ババ差し返せ。鬼出てんな、マジで。よし、うわ。超面白くね、これ。いや、ダメだ。え、次最終？あー、終わった。なんだよ、つまらん。ちょっと待って、今のはダメージがでかすぎる。ちょっと待って、16さん50倍なんだけど。今のはダメージがでかい。はい、じゃあ4レース。ここは3号艇の石野選手が 6.69 で1位、2位が1号艇の吉田選手で 6.74 ということで3-1-1-3で、石野選手がピット離れで圧倒して2コースを奪い取ったと。展示では1-3-2-4-5-6になったということで、本番ももしかしたら石野選手が2コースになるかもしれないけど、まあ、どっちにしても菊池が2コースだったとしても石野が2コースでも、まあ、どっちでもチャンスはあると思う。これは熱いと思うけど、ちょっと安いかな。安すぎる。石野、いや、落ちてるね、鬼。20倍以下、3-1-2で19倍だもん。まあ仕方ないけど、これで。はい、じゃあ、いきます。うわ、鬼のピットだね。あ、でもうん、負けなった。やばいね、あのピットバナ相当出てるぞ。
だから石野のが出てれば三が覗く形になる可能性はある。いや1逃げた、これは1逃げた。あんじゃね、ある。あ、2? うわ、いや、そっからの石野や。そっから出た。これあんじゃね、ダメか。つけまい、つけまい、よし。あー、くっさいちが一番いい。なんでなんで、いつさん、いや、まだわかんない。ていうかさ、一つ出すぎじゃねえし、一つ言っていい、石野出すぎじゃねえ。これやべえぞ、石野のモーター。え、まさか届かす、まさか届かす。あ、これあるわ、31まで。あー、13には寒いって。回ってからの足はえぐいぞ、これ。おい、また髪じゃね、これ。また髪、また髪だ。当たってるけど。また髪。今日いい逃げ水面だな。5、6と外れて7レースか。これはちょっと初めての出来事で、2、3、6と石川、松井、長田が、トップタイだったので、3人っていうのは初めてなんでどうしようか迷ってたんですけど、まあ点数多くなっちゃうんですけど、このトップ3人を1、2着付けにして総流し24点。ただ、まあ、残念ながら3200円で抑えるのは無理なんで、ここだけチルとサンドにして4800円でいきたいと思います。はい、ちなみにこれ一番うまいやつが買う船券って何か知ってる？え、一番船券うまいやつが買う船券って何だと思う？まあ当然123とかクソみたいなことは買わないよ。一番うまいやつが買う船券って何だと思う？一番うまいやつ、あなただったら何買う？俺3頭。お前それは論外だろ、この傾向で。ガチ？うん、一番うまいやつは16とか言うんだろ。違う、106なんですよ。はい、これ言っていい？これ個人的な船券ね。長田のさっきのあの2コース2号艇からのまくり吹っ飛ばされてからの復活劇見たじゃん、ね、あれやっぱ足いいんで。だけど今日の水面だと2着までは来れないよ。なんで3着。しかもこれオッズめっちゃいいんだよね。4000円で回収率 1000% 超えを十分狙えるという。一番うまいやつが買うだけ以上です。あ、飛んだ。いや、大丈夫だ。だから展示的には1が飛んでくれないとだもんね。だから誰かまくんないときついよ、これ。あ、それ購入してた？え？購入してるよ。2?2頭かける。おー、4、3頭だね。ただね、今日の傾向じゃ3頭は無理だよ。うまいやつは106買ってるから。いや、でも3幕ってくれれば展示的に3幕あるからね。松井は行くしかないからね、初戦6着だから。大見所だよ、これ確実にゼロだよ。マジ？よし、うわ、踏み込んできた。うわ、すげえ、ガチだ。いや、ただまくれない、まくり差し。
うわ、朝一。これで入んなかったら今日やばいよ。入ってるよね、際どい。うわマジでざけんじゃねえ。ね、今の3-1じゃなきゃどれが3-1になるんだよ。やばくね、今日の水面。北線はいい感じなんだよ。山崎もいいのかっていうことなの。どちらにしてもつまんないレースだわ。1,2,3 ならもうとんでもないガミで、1,2,5 でもガミガミ対ガミはい、泣いても笑っても最終レースです。ペースタイムの方が 6.71 で、峰選手と薄島選手が同タイムということで、最終レースは 1,3,1,3 前 1,3 前 3-1 ね。でですね、オッズの方が315、316なら、780倍ぐらいあるんで、うん、これが仮に来たら、32,000円回収で40,000だから、多分プラス的に持っていけると思う、うん、ただ312とかだったら、当然プラス的には持っていけませんし、1313だった場合、132なら、またまたガミと。今日ガミが3つか的中して全部ガミだもんね。今日の負けはほぼ確定しております。はい、あとは峰龍太にかけるしかありません。そして大外6号艇笠原亮、3年前のここ芦屋のチャレンジカップの覇者。3-3内側から1番2番3番4番5番6番。あ、いいよ。スタートしました。ドリルセン第1号レース、センターが若干佐藤3番4番さあ1番の高線、逃げる1号艇の薄島誠、さあ2号艇の吉野にまくり出した3号艇の薄島龍太、3号艇の峰龍太が3歩前、ブス島の個性あるじゃん。ただ読んだらちょっと多分安いと思う。中島2マークの攻防戦、3号艇の峰龍太が回る4番をかましてから、おいブス島、よし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 、3-1は何番だっけ、一番安いから2よりはいいよ。よしよし、1マークトップで3号艇の峰龍太が無数島へ、2番手が1号艇の薄島誠、3番手に4号艇の中島光平、体形は3番、1番、4番、放送は5号艇森田俊介、2号艇井口義則、6号艇笠原亮太となります。先頭放送は3号艇の峰龍太、今日は1レースからなんと1号艇の勝利でしたが、ここで赤、この流れをぶち壊す峰龍太、2番手に1号艇の薄島、3番手が4号艇の中島、レースは最終周回を超気持ちよかった。綺麗なマックリが誰がどう見ても際どくもなかった。最後のバックストレッチへ、2番手に1号艇の薄島誠、そして3番手が4号艇の中島光平、上位3艇は3番、1番、4番、
この決着3連単のオッズは 51.7 倍となっています。最終コーナー先頭で折り返すのは3号艇の峰竜太、2番手に1号艇宇須島誠、3番手4号艇の中島康平と回ってドリーム戦まもなくゴール。先頭3番五輪、最後の最後に的中らしい的中が出たね。よかった。だから最悪の最悪は出したね。一箇所払い戻ししてみるか。はい、はい、3つ249と最後の12。まあマイナスマイナスだね。多分最悪の状況達したね。今投票権をお金を数えています。7790、うん、最悪の状況達した。じゃあちょっと回収率を計算してちょっと一回エンディング撮ろう。はい、お疲れ様でした。本日の結果です。投資の方が4万円ジャスト、ちょっとね一つ例外があったのであれで4万円ジャストで、回収が27,990ということで、回収率が 69%、 約7割ですね。 70% と、ということで初めてのマイナス。ただ今日はまあしょうがないと思う。まあしょうがないって言ったらあれだけども、傾向的にね、だってミネのあのレースしか決まってないんだもん。あの1号艇以外の、ね、選手が来てないんで、頭を2人推奨して買うっていう現象で、結局1しか勝ってないんで、配当的にも画面多かったんで、まあ、仕方のない敗戦だったかなと思いますので、まあこういう日もあって仕方ないでしょ。リアルでいいでしょ、うん、なんで次はまた会場を変えてやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。でも最後のミネの負け出しでちょっとは気持ちよかった。まあちょっと良かった、ね、ちょっと気持ちよかった。まあ、まさか宇須島がない、あんな簡単にかわされるとは。だって、うん、今までどんな展開になっても、ね、誰も1号艇をかわせなかったのに楽々走ってたから、多分今節優勝するよ確かにと思いました。はい、以上です。はい、撤収早くね。撤収早い。今レース終わって5分ぐらいでしょ。マジで誰もいない。マジで誰もいないんだよ。あ、消灯された。引きされたぞ。明日は撤収早いんだ。撤収しよう。よし、撤収。